次、ワールド8 is really great リミックス。ワールド8、オリジナルのワールド8のリミックスバージョンってことなんですかね。かなり難しそうですけど、頑張りたいと思います。いきまーす。ワールド8 is really great リミックス。8の1って書いてあるんですね。あー、8の1覚えてねえな。最後の方のステージって覚えてないよね。ここまで行くのが大変だもん。これはキノコでしょ。お、ナイス、ナイス。さ、取らなくてもクリアできますから、私は。もう何回も8の1やってきましたからね。8の1マスターと言っても過言ではないぐらい8の1やってきましたから。よし、一発クリア。オッケー。これぐらい余裕に決まってるじゃないですか。ここにバネがあるのいやらしいな。大砲もある。マジマジで言ってる、これ。こか、はい、オッケー。ちょ、落ち着け落ち着け。オッケー。さあ、相当難しいぞこれ。ヒーハー。落ち着いて、これなんだろう、フラワーかな。いや、まずい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 。あー、スタースタートみたい。俺はスター錦野に、錦野に弟子入りする男。いいぞ。さあ、これはどうすんだ。こっち側から入っていく。よし、これは取っときたい。さあ、これいい感じだな。これは入れない。右って書いてあるね。ちょっと8の1こんな感じじゃなかった。全然俺の記憶の中の8の1は違うんだけど。8の1詐欺だって絶対。落ち着いて落ち着いて。で、お、よいしょ。難しいな難しいな。これシンプルに難しいのか。あ、もう8の2来たよ。早くない？あっ！ OK。もう音符ブロックと浮き輪だけはほんと苦手。あと氷の床とハンマーブロスも苦手。あとノコギリも苦手。もう音符ブロック苦手言ったそばなのに。これね、ジャンプするタイミングがね、意外に難しいんだよね。たまに大ジャンプできなくて失敗することが多々ある。オッケー。で、落ち着いていく。これ土管入れるかな。一応チェックしとこうかな。隠しアイテム的なものもあるかもしれないし、落ち着いていけば絶対当たるはずがないから。オッケー。当たらない男ってよく言われてるから。宝くじが当たらない男。さ、で、はい！オッケー、中間地点。あー、中間地点触りたかったなー。あれ、音符ブロック。あ、でも上から来るパターンかな、多分。で、多分もう一回一周して鍵を取ってまた戻ってくるパターンだと思うんだよね。1、2、3ガリアとあるね。これ1番かな？ 1 番の扉から順番に入っていけということを言ってるんじゃないかな。オッケー。うわー、俺の嫌いなものさっき言ったじゃん。なんで嫌いなものを出そうとするの？そういう精神ほんと嫌い。あー、コインが下にあるのか。いやらしいな。上に行って通り抜けるとかできないのね。ファイヤーがあったらなー。いや、いける。ここ！くそ、上のやつが動いてるわけだった。あらっしゃい！オッケー！で、あいつも倒しときたい。倒しとく。オッケー！完璧じゃないか。ドヤドヤドヤだよ。ドヤドヤと、またいた、でっかいのが。ここです！あーん、でっかいの、あらたつ！で、これ1個目取る。3つクリアしなきゃいけないってことね。うわ、大変だな。でも、大きくしてくれるだけまだ良心的だよな。さあ、2個目の扉は？さあ、どうなる？次は誰と戦いで、ファイヤー。自然との戦いってことか。人物の後は自然との戦い。あのファイヤーがどういう動きするかわかんねえから怖えな。で、次のファイヤーどこだ？そこか。こう。で、でっかいのが来るからゆっくりしていって、反復横跳びしつつ、何してんだ、俺。この次のやつが来た。で、降りたとき。オッケー。で、次は？あ、またあの、羽生えてるやつがマジ腹立つわ。天使のくせに。生意気な。次は？よいしょ。で、ここ。オッケー、ここはさっきより全然簡単だった。ハンマーブロスの方が全然難しいって。さあ、で、3番目は、3番目は多分一番難しいんじゃないかな、レベル的には。難易度が一番高そうですけれど、3つ目、頼むぜ。お？なんだ？ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー出てこない。うぅ、そうだろ。どういう動きするかわかんねえ。あいつどういう動きするんだろう。待って。このね、魚のやつ一番嫌い。もう、一番嫌いなものがたくさん出てくるんだけど、このステージ。嫌がらせステージじゃないが、これ取りたい。お？で、ファイヤーを取っていく。倒しときたいな。でも無理しない。これダッシュでグリグリ抜く。マッカマ！あぶねえ！マッカマってどこだろう？どこの国だろう？危ない。オッケー！それで3つを手に入れると。さあ、これで次の扉に入れるんじゃないかな。いや、てかゴールなんじゃないかな。ほら、右側にゴール見えるし、これこのままゴール入れるでしょ。もう餌に釣られたら閉じ込められたじゃねえかよ。次、踏みつけろ。すごい命令系。なんかものすごいカロンちゃん並んでますけど、ヒップドロップで倒していく感じかな？多分爽快ステージだと思うんで、爽快感を楽しみたいと思います。いきまーす。踏みつけろ。うわ、今びっくりした。めっちゃ見つめられたんだけど、見つめてないと。これは多分ヒップドロップでいいんだよね。よっこいしょ。うわー、気持ちいいな、これ。
あー、ちょっとずつ減らしていくって感じ。いや、これはちょっと、もうちょっと減らしていきたいな。え、くるりんぱ、そっちじゃない、くるりんぱ。おー、これいいね。これちょっと俺、ギミック作るときやろうかな。すげえ気持ちいいわ。カロンだから気持ちいいってのあるかもしれないけど、この音がいいね。クルルルルみたいな骨特有の音、これ好きよ。邪魔邪魔、オッケーで踏みつけていくと、あれなんでクレアリスあんな低かったんだ。あ、ヒップドロップができない人がいるってことか。なるほどね、そういう人用にちょっと難しいってことか。なるほど、勉強になりました。え、気持ちよくゴールできないんだけど。え、どっかにイチャップあんの。え、どうやってゴールすんだこれ。どっかにキノコがあんのかな。これを探せと。お、出てきた、ここか。お前そんなところにいたのか。ちょっとくらいヒントくれよ、頼むぜ。で、ゴールしていくと。オッケー、次。ゴールはない、慈悲はないみたいに言わないでくださいよ。ゴールがないとはどういうことなんでしょうか。多分探せば見つかると思うね。クリア率 45% だし、頑張って一発クリア目指したいと思います。いきます。ゴールはない、自分で切り開くものだ。さあ、キノコがあって、で、あ、積んでますね。ちょっと即死トラップとかやめてよ。え、これどうすればいいんだ。ちょっとやり直して、多分右か左には進めるよね。キノコ取っちゃいけないのかな、これ。あ、でも右側いけないね。これで取って、ヒップドロップでここら辺にあるんじゃないの。あった。あるじゃねえかよ、タイトル詐欺やめろ。次、マリオーズレインボーファンハウス、みんなのトラウマを乗り越えたいと思います。いきます。マリオーズレインボーファンファウス、ファンファウス。よし、先に進むぞ。さあ、おー、すごい、葉っぱ取りたい、葉っぱ取って、すごい量だな。あれだけでかなり容量を食ってそうですけど、右って書いてあるね。右行けばいいの。たくさんの無機物が失われているけど、これはまずいか。上、あー、上飛ばなきゃいけないと。これでこのまま上へ行って、氷の中へ入っていくと。これ入れるよね。 OKOKOK。さあ、クリア率低いからな、難しいとは思うけれど、ちょ、氷が滑るんです。これは壊していきゃいいんだよね。こいつを避けつつ待てってことか。あいつの軌道を見極めて、さあ、これ多分に、あ、 P スイッチだと2個目に入ればいいのかな。ここ P スイッチ踏む。お、3個目に入るの。2個目入れる、入れると。3個目も入れそうだけどね。さあ、ここはどこ、私は誰。さあ、イケメンが、イケメンがってなんだ。何を言おうとしたんだ今。で、これ入っていく。一回壊したところ大丈夫だよね。ピンスイッチ押したまま、こっち側、右側入んなきゃいけないとこありそうだな。とりあえず踏んで、いい動きすんな、あいつ。で、下に入れないだと。あ、ピンスイッチが右側に、今なんかあったね。ということは、あの爆弾をもうちょっと右側で壊さなきゃいけないってことか。オッケーオッケー、オッケー牧場よ。難しいな。さすが 9% 台。落ち着いて。爆弾が出てくるから、そいつを踏んで、こっち側で蹴る。OK。で、怖い。さあ、あのファイヤーがいい仕事をする。 OK。で、P スイッチ踏むでしょ。そしたら、ここから入っていくと。OK、ナイス。ちょっと頭使うステージだね。ハリーをスターに見立てる演出いいな。おう、怖い。マジかいバンバカ野郎。俺の、ちょ、あ、危ねえ。怖すぎるこれ。ちょっと待って、俺一番浮き輪苦手なの。世界で一番苦手なの。ちょっと入っていく。危なかった。ちょっと新しいギミックが多すぎて怖すぎるよ。お、スターが出てくる。ナイス。鍵も出てくる。ひねり出して。あれもスター取っちゃいけなかったやつ。そんなことない。キノコも出てくる。隠しブロック多いな。ああ、たくさん出てくる。ちょっと、で、鍵が入っていくと。これスター取ったまま入った方が良かったかな。どうだろう。押されて工場に押されていく。出荷よ。オッケー。最後は出荷ゴールということですね。マリオもいいお肉ついてるからね。美味しそうだ。次、 Don't overthink it。 答えはシンプルということですね。考えすぎないように頭を働かせたいと思います。いきます。 Don't overthink it。 あー、100歳。ちょっと待って、どうすればいいの。 Don't think、 Don't thinking、
どういうこと？どんどん増えていくんだけど、やめてよ、部屋がイカ臭くなるから。どうすんの、お母さんに言い訳ができなくなっちゃう。めっちゃ寄っていくんだけど、なんなのこのカオス。これさ、もしかして考えすぎないでってこういうこと？こいつを足場にして上に上がっていくだけの簡単な作業ってこと？そうだよ、匂いはファブリーズで全てをね、撲滅していけってことか。そういうことか。除菌する、匂いの根本から解決することによってお母さんに言い訳ができるようになると、そういうことなんですね。勉強になりました。思春期のうちに知りたかったんです。ありがとうございます。